はい、それじゃあやっていきましょう。で、ですね、今回からヤクルト3連戦が始まりますと。ね。火曜日から日曜日までぎっしりあるんで、頑張っていきましょう。で、なんかミッションあんのかな？悪味の技。高校ジャパン。高打力の強化。お、いいじゃん、これ。え、ダメなんだ。なんで？ダメな理由は、3ないんだ。3ないんじゃしょうがないな。惜しいな。調子の回復、ヒットを打つ。じゃあ、誰だろう。鳥谷、赤星がいいかな。今岡は、今岡かな。今岡、鳥谷はなんだかんだでヒット打つんで、赤星かな。はい、それじゃあやっていきましょうか。はい。で、今回は福原なんだ。じゃあ矢野にしとく、とりあえず。で、シュータは微妙だったんで、どうしましょう。ハマちゃん、久しぶりに戻す？右。あ、そうだな。金本ここに戻す？で、ここに。あ、でも、檜山もう一回やる？ってことを考えると、まだここでいいかな。7番ね、結構。やってるよね。安藤、立山。はあ。まあ、これでいいかな。OK。じゃあ、やって、あ、待てよ。いや、まだいいか。投手登録。ダーウィン。杉山と、そうですね。どうしよう。ダーウィン久しぶりに使ってみる？杉山はちょっと、変えましょうか。いや、いいんだけどな。はい。で、これで OK。じゃあやっていきましょう。はい。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。阪神ヤクルト9回戦の汎用スタジアム。どこ、これ迎えてってことは高校か。福原と誰でしょうか。ヤクルトまた大変だな。石川か。古田だ。田尾康氏の田がちっちゃくない。タガちっちゃくない。福原、現在8勝という今シーズンです。8勝か。どう抑えてくるんでしょうか。まあギリギリ、最近勝ててないんだよね。あれだよ、でアンドゥは勝ててんだよな。トップバッターは1番リングス。アダム1番になってんだ。アダムって1番だっけ、覚えてないな。もういきなりやばいな、これ。そして次の2番宮本、右の打席に入りました。今日は調子悪いのか。さあ、第4球低め打ちました。ショート後方への打球、ショート交代。福原がフォアボールって珍しいよね。宮本、宮で。そして打順が変わります。宮で右バッターボックスに入ります。結構ホームラン打ってんね。ワンアウトになりました。あー、打ちそう。これあれだな。これはいい当たりだ。打ち上げてセンターの打球。しかしこれは、あー、いい当たりすんな。これでツーアウト。
あの赤松ちゃんと同じ構えだね。あ、ラミレスいるんだ、忘れた。バット回しすぎ。どうでしょうか。オッケー、いいね。これは調子悪いな。なかなかいいんじゃない。立ち上がりは上々と。石川、前の先発登板では勝ち星を挙げています。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。3勝4敗前回はやられたと。1回の裏、タイガースの3割3分3厘結構いいよね。26打点今日のゲームまで3試合の打撃成績。お、これはいいカウント。3投目やるんじゃない。やらないわ。ショートが抑えます。ファーストへ。一塁、これは十分間に合う。足速いね。赤星ショートゴロに終わっています。失策11ってやば。嘘でしょ。次のバッターです。藤本、お、藤本も3割3分3厘一緒だね。仲いいな。仲良しかな。おお、うまい。藤本結構引っ張るよね。かなりいいかもしれない。で、アンディに打たせますと。アンディここから3割6分ぐらいで安定してんね、最近。一時期下降線をたどってたんだけど。お、あー、ダメか。で、ファール。一時期調子悪くなってたんだけど、まあまあ、なんだかんだで打つよね。どうだ。おー、あー、惜しい。でも当たりは悪くないんで、期待が持てると。3割9分3厘。お化け来た。これおかしいよね、マジで。やれ。あー、おー、いいね、いい当たり。これ1点入ったんじゃない。いいね。理想的だな。打線がいい感じだよね。ここら辺4番まではまあいいんだよね。問題はこっからどうすんのかっていう。得点差わずか1点、タイガースがリードしています。まあだから金本がな。金本がもうちょっと安定してくれたら。足速いんだね。悪くないんだよ。おっ、これは、あ、惜しいな。今日の今岡なんかすごいな。あー、惜しい。でもなんか当たりがいいよね。すごい当たりが良くない？調子がいいのかもしれない。2回の表、スワローズの攻撃。そしてこの回の先頭、畠山。今日最初のバッターボックスです。いい眉毛してるよね。男前だ。さあ次の4球目は。これも赤松ちゃんフォームだね。バッティングが。あっと決まった三振。フォークで三振に仕留めました。いいね。最初のフォアボールは何だったんだっていう。まあまあだね。2割6分って言ったらまあ、ゲームで使ってるとなんかあんま打ってないイメージだよね。マナカ嫌だね。ここで3割2分3厘っておかしいだろお前。どういうことやねん。あ、これはポテンヒットだ。
あー、こういう系か。5点ヒット系だ。7割が3割2分3厘っておかしくないか。で、ポカーンってホームラン打つんだよな。あの3本のホームランのうち、1、2本がうちだからね。スローボール、ほんとみんな投げるよね。これあれかな、矢野だからかな。でもそんなことないよね。うちのピッチャーよく使うんだよな。 OK。 マナカが危ないか。で、檜山さんには自由に打ってもらいましょう。この前ね、3三振ぐらいしてね、まあちょっと一旦お休みしたんですが、調子は、あーほら、三振が多いんだよね。どういうことやねん。2割9分4厘。お、これフォアボール。フォアボール職人。フォアボール職人。おお、いいね。新聞にいろいろ書かれてから、調子が戻ってきたかな。これは、どうしようかな。まあ、そのままでいいか。で、バントが良かったっていうダブルプレーをしてくれるんじゃない？流し打て。やれ。あー、まあ、フライならいいわ。で、9番でチェンジで、1番から次の回始まるっていうのがいいよね。この試合、先発のマウンドに上がりました。早くも3安打を許しています。2球目です。石川やっぱなんだかんだいいよね。お、フェア、珍しい。これはちょっと予定が狂ったな。赤星ヒット打たないかな。ヒット打てば調子が戻るっていうミッションを受けたんで。打て、やれ、おっしゃ。あー、惜しいな。ミッション受けたから打たないかもね。固め打ちの赤星なんで、2回出て打たなかったらもうダメかもしんない。4打席目でワンチャンあるかなっていう。今日フォアボール多いのかな。あ、打つんだ。どっちもピッチャーに打たれてんな。調子良くないね。これで打者一巡となります。リングス右の打席に入りました。2割3分だよ。 OK、 ズバッといった。インロー、気持ちいいね。そして次のバッターを迎えます。最近3試合、あ、こういうのが危ないんだよね。カウントは2エンド2のままです。おお、危ねえ。危なくないわ。惜しい。ほら、うちで打つんだよね。マジでやめてほしいわ。宮で、宮本宮で、ラミちゃん。ない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 。やれ、ズバッといけ。これはファール。でも打ちそうなんだよな、この構え。ここは緩いカーブでした。バッテリー外していきます。どうだ、ほどほどで。スローカーブ多すぎなんだよな。はい、今日は低めの投球が目立っています。さあ5球目、また外に。何やってんの。フルカウント2-3。この球はどうか。ズバッといけ、ズバッと。そう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 、それでいいんだって。これは身動きできません。
今のところは踏ん張ってるけど危ないよね。これはやばい。左の方が打つんだね。まあ今のはしょうがないんでしょうね。そして5番バッターに変わります。畠山、そのバッターボックスです。福原相当やばいね。しかしこれは外れています。最近調子悪いよね。おかしくないボールでした。このピンチ三振に切って取りました。いいスローカーブ。2打席連続の三振に終わりました。3回の表が終了。あれは腹立つよね。で藤本ちゃんがさっきヒット打ったんで、最近引っ張りがねいい感じでやれてるんで、あ、見逃し。これは良くない。良くないっていうか、石川あれかな、スロースターターついてるのかな。そういうのあるかもね。いい感じになってんじゃん。ほら、スロースターターかもしれないで鳥谷。まああとはね、福原が抑えてくれるんで大丈夫でしょう。ああ、打たされた。残念。ここで各地の土地、田中さんね。4回の表スワローズの攻撃。この回の先頭バッター、田中さんも左の方がいいんだね。次の2投目、これはいやらしいけどファール。ファウルです。さあ一球様子を見るか。福原頑張れよ。外への変化球を合わせました。2エンド1。まあ多分これは矢野だからこういう感じになるんだよね。慎重リードなんで。まあ状態が突っ込んでいくことによってどうしても高めに浮くってことありますけどもね。はい、高めへの投球となりました。ちょっと今日は制球が乱れてんのかな。スローカーも多動してるよな。面白いように決まるよな。次のバッターです。でやばいのが来た。阪神対3割2分3厘の模様をお送りしています。バッティングカウントからの4球目。7番だっけこれ。おっしゃおっしゃおっしゃ、いいね。これはアウト。で古田が8番だよね。打順は次に変わり、8番に古田ってやばいよね。そうか、古田って監督なんだこれね。プレイングマネージャーか。浮かされました。これはショート後方か。ショートがなかなかないよね。取りました。これで3アウトチェンジ。よしよし、初めてギリギリ踏みとどまってんのがいいよね。4回の裏タイガースの攻撃返します。この回の先頭今岡と、ホームラン打たないかな。あんまホームラン打たないんだよね。あー、これは身動きできません。待って、みんな三振されてない。何打席連続だよ。そして次の6番ヒア乗ってきたな。三振取られすぎ。ほら、ミートの方がいいのかもな。いや、逆にここで長打。内ごろ来るよ。こういう時に限って一本ポカーンって打たれるから。あ。ホームラン、綺麗に捉えた。右に打ち返した打球はライトスタンドに消えていきました。4回の裏ホームランが出ています。さあこの勢いでその差を開いていきたい。今ホームに戻ってきました。2対0。さあ田尾さん、今のはどう見ますか。今のボール打たれてるのがピッチャー投げるとこなくなりますよ。今のシーンもう一度見てみましょうか。言った通りになってびっくりしたわ。これ長打の方がいいのかな。そして次の8番、意外とそれの方がいいのかもしれない。次の4球目、調子が良すぎるんだよね多分石川。
あ、ほら投打の方がいいのか、これ。まあね、ツーアウトなんだよな。今日打ったヒットの数を6としています。さあ打順が変わります。まあでもここで終わってもいいよ、ちょうどいいよね。矢野がいいヒットを打ってくれたわ。これで終わってもいいわ。うん、ね、次が1番からなんでちょうどいいよね。さて試合は2点差となって5回へと進めてまいります。いや、金本がまさかの7番合ってんのかもね。どうなんでしょうか。5回の表スワローズの攻撃。スワローズのトップバッター石川、5回表ノーアウト。さあ石川にはさっき打たれたよね。抑えろ。おっしゃ、今日はスローカーブが決め手のようですね。で1番のリグスがなぜか、リグスあんま打ってないのにね、1番なんだね。あれ、あ、うわすげえな。ホームラン、当たり前のように見せました。変化球打ち返した打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。そして今ホームイン2対1。そしてベンチ前チームメイトの祝福を受けます。1点を返します。1点差にしています。さあ今のプレイご覧いただきましょう。完全な失投だったね今ね。だからそれぐらい調子は良くないんだね。いつもの福原っぽくないもんね。ほら、スローカーボースいるよね。どうしようかな。いやでもこのまんまの方がいいかな。これで野口ちゃんに変えて大胆に行ってホームランドカーンっていうのありそうなんだよな。おー赤星よくやった。あ、何してんの？え？今の何？今の何？今よく見てなかったわ。合ってなかった？気のせいか。いやー、さっきど真ん中の失投は痛かったね。これはヒットじゃない？おお、おいしい。これでミッション達成かな。でこれ盗塁したら多分アウトだよね。いやまあでも古田対赤星やってみる。多分アウトになるんだよね。許した安打の数が7となっています。いやアウト、絶対アウト。あー、もうそれ、もうそれはダメだって。お前誰だよ。あれが監督なの。今のはつまんないな。アウトでもいいから投げさせてよ、古田に。石川すごいな。遠征でアウト2回目だよね。オッケーオッケー。余計なことしなければよかった。でこれでまた長打。ここでやるよ。やる。あーこれでアウトカウントが2つ。先っちょに当たったな。シーズキャッチャーフライに。でまあ鳥谷さんには自由に打ってもらいましょう。左のバッターボックスです。ここまでの失点が2となっています。石川いいピッチャーだな本当。ああでもああ惜しいな。これでスリーアウト。今のなんか独特な守りだよね。でまたあれじゃない、ラミレス最近打ってないんだ。
ここは塁に出て繋ぎたいところ。さあ4球目。それほど危ないデータはないな。おお。ストレートの方がいいよね、多分。今まで5回までカーブとかスライダー多投してたけど、ここからストレートが増えるんじゃない？どうでしょうか。いけ。あ、そうでもなかった。打球は左へ。サード後ろに下がります。これでアウトが2つ。打たせて取る。めちゃくちゃいい試合っていうか投手戦になってるよな。さあ次の3球目。石川になんか 10回ぐらいなんか10三振ぐらいされてそうだよね。まあでもそこでも1本ポカンとホームランが、だから1回で点取れてるのでかいよね。調子が出る前にこれポテンヒットっぽいな。ああ、いけるか。これでスリーアウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。スワローズ得点がありません。スワローズ2番手のピッチャーを出してきます。石川って早いんだね。スタミナないのか。オーラ戦に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。スタミナないんだね、多分ね。ちょっと早いよね。長打。6回の裏、タイガースの攻撃。やってみ。この回の先頭、今岡、バッターボックスです。2エンド1変わりません。ミートばっかりだったんで、たまにはね、長打。あ、変化球三振。結局バットが出ませんでした。今岡やばいな。打順は次に変わります。キア、左ボックス。右の方がいいんだね、やっぱり。あー、だから左多投されてんだ。ダメだね。で、金本。このピッチャーいいな。高いいいよね。すごく良くないこれ。あ、ハハ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 ハ。素晴らしいな。そうだよ、みんなね、兄貴のホームランを見たいんだよ。結構まあ打ちすぎだけどね。まあ、これぐらい打ってくれると。あー、今のは違うのか。ホームラン素晴らしい。で、古田ね。ホームラン構成の戦いなのかな、今日は。だから、危ないのはやっぱ古田と、ラミちゃんかな。うわは先っちょに当たった。まだスローカーブ行くんだね。あ、青木、そう。さっき言いたかったのはこれなんだよね。青木いなくねっていう。なんだろう、怪我なのかな。スタミナないのかな。この成績で代打ってありえないからね。ああ、なんだろう、調子悪いのかな。あの成績だけど最近10試合全くヒットなしとか、そういうことですかね。なんだろう、なんか理由が欲しいよね。リグスに打たれたんだよね。打率は悪いんだけどホームランは打つんだな。あ、調子に戻ってんだ俺。
今日2打席連続のヒット。うちで調子戻すんじゃないってだから。さあ、タオさん、今おとなしくしとけってお前。さあ、バッターは2番宮本、バッターボックス。さっきヒット打たれたよね。次が4球目。無理すんなよ。あっと打ちました。オッケー。セカンドの前、一塁に送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。7回の表が終了。スワロー素晴らしいよね。7回行ってんだよ。なんだ。スワロー3番手ピッチャーを。ああ、変えるんだ。2点をリードされての登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。右だよね、確か。さっきの人良かったのにね。で、まあ福原はこのまんま打ってもらいましょう。その裏の攻撃のトップバッター福原、試合でやばくなったらいつものように、どうしようかな。藤川でいいか。で、赤星もまあ自由に打ってもらいましょう。さっきじゃないわ、前回は。おお、いいいい、固め打ちの赤星来たよ。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。これで俺は負けない。さっきの石川だからやられたんだよね。石川は多分牽制がいいんだよね。どう？オッケー、余裕だね。だからやっぱりクイックとキャッチャーの肩総合を合わせて危ないんだろうね。あー、うまい。あー、でもアウトか。残念。で、宮で。宮で調子は良さそうなんだけど、打ち取られてんね。あ、危ないんじゃないか、俺、ポテンヒット危ない。1点はまあいいとして、もう1点だよな。9回が危ないんだよね。9回本気出してくるから。しっかり捉えた。三塁線、これはファウルボール。わずかに左。ボールカウント2エンド2変わりません。どうするかな。まあ藤川だよな多分。打ちました。左への打球になりました。今のはですね、スライダーに対応できませんでした、ね、オーケー。自分のバッティングに持っていけませんでした。リアでサードフライに。お、浅い。ランナーを出したいこの場面。スワローズここで代打の切り札を送ります。これはね、よっぽど期待してんですよ。あ、そうなんだ。あ、浅井亮ってこれあれじゃないの？違うの？え？阪神にいた浅井。ああ、だからトレードした人だ。浅井さん、久しぶり。いいヒゲしてたんだね。ああ、ちょっとやめろお前。危ねえ。多分そうだよね。だからヤクルトで、そうだ、立山さん出そうよ。3連戦の最後あたりに出しましょうか。それがいいよね。でキャッチャーがうちにもう一人いるんですよね。それで試すかな。アナちゃん、アナちゃんが来た。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ああ、投手コーチなんだ。どういうことか今の人。で、アンディは今日打ってないんだっけ。タイガースの攻撃、この回は打ったっけ。覚えてねーと。頑張れよーと。あー、惜しい。もう一伸び。当たりはね、悪くないんだよね。で、鳥谷はまあ打ってるんで、自由に打ってもらいましょう。あ、恥ずかしい。綺麗に股を抜けた。これはセカンドにエラーが記録されます。これ二遊間。え？
セカンド9、ショート11、エラーってこれやばくない？ヤクルトひど。どんだけやねん。おっしゃ、これはあーダメか、残念。今岡打ったっけ。今岡を調子戻した方がいいかな。8回を終了、タイガース。最後はダブルプレイに終わりました。じゃあ、あでもまだいいか。9回の表、スワローズ打たれたらすぐ変えましょう。バッターは6番田中広也。ここは塁に出なければいけません。さあ4投目、すぐね流れを切った方がいいんで。OK、そのままキャンバスを踏んでアウトになります。福原、田中ファーストゴロに終わりました。今日あんまり調子良くないけど、次のバッターです。マナ、すごいよな。左打席に入っています。6回の3打席目、気づいたらもう9回だよ。バッティングカウントになったが、うちのエースは違うな。ちょっとボールが沈みましたが左へ行った。一塁送球、オッケー。まあ初戦勝てばまあなんとかなるんで。そしてバッター古田、この打席で試合の行方が決まります。今日は9回、ラミちゃんを目覚めさせる前に3連戦を終えたい。次のボールは、あーこれは良くないな。もう変えるかな、変えた方がいいな。俺変えましょうか、変えましょう。良くない、変えます。まあ当然ですけども、よく投げましたね。一昨日に続いてのマウンドになります。さあ最終回、どんなピッチングを見せるのか。藤川頼む。ここで、まあ青木にはまあ打たれてもいいんで、ホームラン以外に。で、まあ、とりあえず、ワンアウト、オッケー。おっしゃ、おっしゃ。あっさり終わったわ。よかった。これはいいですね。お、いいの。先発の登板、8回と3分の2、被安打8。四死球2、8奪三振、自責点1、勝ちがつきました。次に打撃成績なんですが、4打数1安打、打点1、いい活躍となりました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。いいね。さあ阪神対ヤクルト、金本じゃないんだ。2本打ったんだけどな。かなりの活躍をしてくれましたが、うん、金本だよね。で福原が9勝目、石川がめちゃくちゃ良かったんだけど、うん、金本に痛いのを打たれたよね。良かったよね、石川の方が多分調子良かったよね。ただ福原が粘り越しでなんとかなりましたということでしょうかね。オッケー。でどうしようかな。明日下柳、うーん、下柳いいかな。で最後に、あーうん、立山さんと安藤変えましょうか。それがいいかな。で、安藤を、誰しよう、ダーウィン、まあ、そこら辺でしょうかね。まあ今日はね、金本さんが調子よくホームランを打ってくれたおかげで、まあ何とかね、勝つことができましたということで、今回はこの辺で終了。お疲れ様でした。